こんにちは、マキオンさんのヘルマット丸山でございます。ですね、ジュラシックワールドですね、見てまいりました。あのね、先週ねフジロックの生配信3日間やってたんですけど、それがねちょっと面白すぎて、完全にあのモニターをずっと見てたせいでですね、1週間遅れてしまいました。申し訳ないです、そこはすいませんという感じです。はい、まあ見てきたので、話していきたいと思います。で、もうずっとネタバレしていきます。まあ前半は良かったところと、後半はちょっと個人的に気になったところを話していこうかなと思います。それではやっていきましょう。まあいいってことですね、良かったところ。特に序盤ね、序盤はかなりねワクワクするような絵が多かったかなと思いますね。ドア玉のね、ニュース映像みたいなやつね、なんだろう、現実の世界のなんかファウンドフッテージ的な演出ですよね。あの感じで、人間の住む世界に恐竜がいると、恐竜のせいで事故があったりとか、まあ、そういうシーンがあるというところです。あれはなんか今の現実の世界と地続きな感じがしね、良かったと思います、前作の最後ジュラシックワールドになったと、こっからがジュラシックワールドなんだという、タイトル回収があって終わって、でどうなってるのかっていう絵が見せられたというところで、かなり良かったと思います。あの CG というか恐竜の実像感がね、上がってたような気がしますね。まあ、CG の技術が上がってるっていうのもあると思うんですけど、クリス・プラットが、草食の恐竜を、馬で追っかけてて縄で捕まえるところですね。でこうやってねこう沈めるっていうねシーンがあるんですけど、最初こう縄で木に引っ掛けてこう捕まえてこう暴れてるところね、あそこはハンディでやってて、ハンディで結構ドキュメンタリックに撮ってて、でそれで結構息遣いとか、あの寒い地域だから白い息がね、恐竜の白い息も出てるし、クリス・プラットの白い息も出てるみたいな、ね、生きてるものとしての実像感が、ちゃんと出てたなと思います。でこう静まったらドリーワークというか、あの結構滑らかな動きでこうサーッといくっていうねところ、あそこはね、あのシーンはね僕好きなシーンですね、この映画の。はい、毛が生えてる恐竜ね、毛が生えてる恐竜出たのは多分初めてですか、多分そんな気がしてるんですけど、はい、が出てきました。毛の質感ね CG 難しいって言われてますけど、実在感がある、感じの CG で出てきましたという感じですね。はい、あとね今回人間のアクションが多いです。ちょっと楽しいところかなという感じですね。はい、そんなもんになっちゃいます。はい、はい、こっからは、ちょっと気になったところを話していきます。苦手な人は、ブラウザバックしてください。まずまあもういろんな人が言ってますけど、イナゴですよね、イナゴ。イナゴ見に来たんだっけっていうところね、あれなんか恐竜に襲われるところを見に来たんですよね。そう、恐竜が暴れてるところ、恐竜がもう、人を食いまくるところというか、あまりないというところでございました。はい、まとめてざっくり言いますけど、なんか見始めたはいいものの、ずっと面白くなんないなと思いながらも惰性で見てる海外ドラマみたいな印象ですね、僕は。はい、結構虚無ですね。はい、はい、虚無が一番近いかなという感じで、まあ特に前半は良かったんですけどね、なんかワクワクしたんですよ結構。あの特に冒頭のところですね、あのニュース映像があって、で都会にも恐竜がいてどうしようかっていうところで、どうやったら共存できんだみたいなね、テーマが掲げられますというところだったんですけど、全然都会で暴れてくれないですね。なんか結局そのジュラシックワールドってか、ジュラシックパークというか、あのパーク内のスケール感のところで戦ってるというか、追っかけっこしてる感じなんですよね結局ね。なんか違うなっていう、違うなっていうか、今回のジュラシックワールド3ですねに期待したこととは違う展開になっていくというか、いうところですね。はい、あとその、なんだろう、後半、バイオ新社の
施設内に行って潜入していくみたいな感じになっていくんですけど、そのなんかゲームみたいっていうか、昔あのディノクライシスっていうゲームあったんですけど、まああれほどあのホラーな感じでもないんですけど、なんかイベントに次ぐイベント、なんかミッションがあってイベントに次ぐイベントなんで、そのなんかゲーム感がとても強いですねっていう。まああのイナゴの話に戻りますけど、イナゴね、イナゴが主軸になってくるってところが、これを見に来たんじゃないんですよねっていうところですね。まあ一瞬ね、イナゴの大群がバーって出た時、一瞬あの遊戯王みたいだなと思ってちょっとテンション上がったんですけど、ずっと絡んでくるんで、あ、イナゴかっていうね、そこにもっと恐竜を絡めて欲しかったかなという気がしましたね。あとね、ブルーですね、ブルー。ブルーはもうジュラシックワールドシリーズはほぼメインキャラクターですよね。ブルーの活躍も見たかったなという、ブルーの活躍というか、あのクリス・プラットとの共闘みたいなところですね、あれをやっぱ見たかったかなっていうところがあったんですけども、それもなかったですね。なんかね、もうちょいブルーの活躍、ブルーの戦ってるところですね、母として戦っ、母だよね確かね、母として戦ってるところをもうちょっと見たかったかなというところでございます。あとね、話がねほぼ進んでない、話が進んでないというか、あの世界の現状がねほぼ進んでないんですよね。イナゴが いなくなったぐらいで、発生していなくなった、あ、これだ、これも進んでねえんだわ、要はだから別に何も問題解決してないし、共存どうすんだみたいな話も結局なんかうやむやというか、なんか良きことかなみたいな映像が結局最後流れて終わるっていうだけで、別に一番最後のインサート映像ですね、動物と恐竜が共に走ったりしてる、映像ですね、あれ別に頭に挟んでもそんなに違和感ないし、結局あのメイジーだっけ、娘のメイジーですね、メイジーが工場であのでかい恐竜ですね、あれを誘導してたんで、まあ冒頭に見せてるっていうところですね、もうすでに共存っていうところをすでにもう冒頭で見せてるんで、はい、だから変わってないんですよね、やっぱね、冒頭のインサート映像と、ラストのインサート映像、別に同時期に起こってることですよねっていうことをですね、だからあんま変わってないなっていうところ、だからそのあの世界の話の進んでなさがなんかスピンオフに見えるっていうところですね、なんか今回人間のアクションがね多いと言ったんですけども、これジュラシックワールド見に来たんだよなっていう感じなんですよね。アクション見たいかと言われるとそうでもないというか、まあこれ難しいところですよね、まあ続編の難しいところだと思うんですけど、どこまでジュラシックパーク、ジュラシックワールドの要素というか、今まであった部分を残すかっていうのと、どんだけ新しいものを入れるのかっていう分量割合ねっていうところですね、これがまあ難しいのは難しいと思うんですけども、まあ、今回うまくいってなかったのかなという気はしました。あとバイオ新社の人も途中で裏切った案内役の人ですね、案内役の人、地下6階でしたっけ、急に来るじゃないですか、よかったっつって、なんか裏切ってるんですみたいなこと言って逃がすっていうところで、ポットの扉が閉まる寸前にちょっとニヤッとするから、あ、なんかこいつはめてんのかなと思ったんですけど、それもないと。で、なんか裏切ってる理由もなんか、いや、これ上層部が腐ってたから裏切ったわみたいな感じでしたね。なんかその理由が結構適当というかね。あ、それで言うと あの女性のパイロットですね、あの裏市場にいたあのパイロット の協力する動機もかなり弱い。だって一回見かけただけでしょ、あの飛行場でメイジーを一瞬見かけただけで、なんか助けなきゃと思ったっつって、もうちょい肩気な仕事してるんじゃねえかなと思っちゃったりしますよね。別に多分あの人、違法に連れてこられた人を見るの別に多分初めてじゃないと思うんだよな、多分ね。あの人の協力する理由もかなり薄いなという感じですね。そのクリス・プラットとブライス・ダラス・ハワードの2人行動する理由は分かるんですけど、他の人たちの行動する理由が割とないというか、なんか理由付けが足りない
ですね、全体的に龍付けが足りなかったなという感じです。一番その何がしたいのかよくわかんないのが、社長です。バイオ新社の社長ね、イアン博士ね、ジェフ・ゴールドブラムが出ますけども、アクセスキーをね、あの旧作の2人に渡しますと。はい、で、侵入されちゃってイナゴのサンプルを取られますというところで、監視カメラで、社長が後々見ますと。でアクセスキーを、あいつが渡してたよって、側近が言うんですけど、で博士を呼びつけて、お前首だっていうところね、首だけでいいんだっていうところなんですよね。首で、しかもそのまま帰れ、今すぐ帰れみたいな、そのまま誰も、なんでしょう、側近っていうか警備というかね、つけないでそのままフラって返しちゃうんですよね。っていう感じじゃない、なんだろう、あの手の映画だったら、そのまま返したら危ないし、何するか分かんないから、まあよっぽど冷酷なやつだったら殺すか、まあそれ以外だと監禁するかなっていうところだと思うんですけど、首だけっていうね、かなり軽いですね、刑というか処置が軽い。あの社長本当に事態をね、結構詰めが甘いというか、考えが結構甘いんですよね、あの社長ね。まあそのせいでまた、主人公たちが、集まってしまう。はい、イナゴです。イナゴを焼き払うんですけど、ちょっと残酷に見える、ちょっとだけね。恐竜を殺せとか言うんだったら、もっと残酷に見える、もうもっと残酷に見せれたのに、まあイナゴを殺すだけっていうね。まあ恐竜好きなのは本当なんだっていうのは、まあなんとなくわかるんですけど、あいつが、焼却させたことによって、飛んでくと、燃えたイナゴが飛んでく、イナゴの大群で、そのイナゴが燃えたことによって、パーク内っていうか、敷地内が結構悲惨なことになるという感じですが、どこまで想像してたんだろうっていうところなんですよね。どこまで想像して、イナゴを燃やしたんだってところなんですけど、その後の、社長の狼狽ぶりを見ると、多分想像してなかったなという感じなんですよね。なんか本当に社長なのかっていうぐらい危機管理能力ね、が足りないという感じですね。はい。かなり想像力が乏しい社長ですね。で、なんか、そんなに見せ場もなくというか、それ乗ったら死にそうだなっていうところで、ポットに乗って、なんか案の定、電源が落ちて、恐竜が来て殺されるという感じでしたね。なんかもうちょっと残酷にもできたし、なんかもうちょい作詞というかね、こいつ切れ者だなみたいなところを見せて欲しかったですね、あの社長に関しては。あと案内役の人と社長の社長室でのやり取りみたいなところね、あそこもいらないんじゃないですかね。なんか側近が社長をあそこで殺すのかなと思ったら、そんなことも別にないし、あそこで殺して実は側近がめちゃめちゃ悪いやつだったみたいなパターンかなと思ったら、そういうことでもないっていう感じでしたね。なんかあのシーン本当になんか結構謎だったっすね。はい。主人公たちの無敵ぶりがすごいですね、かなり。案内役が超有能すぎるっていうところもそうなんですけど、あまりにも無敵すぎる主人公たちっていうところですね。飛行機が落下しますと。ブライス・ダラス・ハワードが、パラシュートで落ちるんですけど、まあ木に引っかかりますと。あれもなんか、ちょっと怪我するぐらいなんないのかなって気がするんですよね。痛そうな素振りすらない。あんまりね。っていうところと、まあなんといってもクリス・プラットがもう傷一つない感じで出てくるっていうところ。あれもなんかもうなんかちょっとぐらい怪我しててほしいかなっていう感じですね。あまりにも無敵すぎる。まあそれで言うと、あと全員再会した時ね。全員再会して、でかい肉食の恐竜に見つかると。で、ジープの裏に隠れますよね。ああ、でもどう考えても見えてる。どう考えても丸見えっていうか、どう考えても一人ぐらい食われなきゃおかしい状況で、誰も食われない。なんか目悪いのかな、恐竜とか思ったり。で、別に足音もめちゃめちゃ立ててるから、なんか耳も悪いのかなと思ったりしちゃいましたね。なんか、ちょっとよくわかんないっす。はい。大恐竜バトル。あそこをもうちょっと見せて欲しかったなという気がしました。2対1になってから、もう1、2ターンぐらいやって欲しかったなって感じですね。意外とサクッと終わっちゃったなっていう感じがしましたね、かなり。あと、ウー博士
ウー博士さ、ウー博士の罪をもうちょっと問うた方がいいんじゃねえかというところですね。結局あの人のせいじゃないですか。あの人がインドミナスレックスを作ったからパークが、もうぐちゃぐちゃになったと、パークというかジュラシックワールドがぐちゃぐちゃになったっていうところで、そっから全部始まってるんで結局、ってなると、なんかあの人をなんかいい人みたいにすんのちょっともう手遅れなんじゃねえかと思いましたね。最後イナゴの処理というか、イナゴの対応はウー博士が、行っておりますみたいな。てかそう、お前罪償ったんかみたいな。まあ、罪でもないのか。でも業務上過失致死とかなんないですか。なんか懺悔しただけで終わっちゃったというか、懺悔しただけで許されちゃったっていう感じなんですよね。なんか それだけで許せるようなレベルじゃないと思うんですけど、ウー博士にもうちょっと責任取ってほしかったなっていう気がしました。だからもうちょっと都会で暴れる恐竜が見たかったっていうところですね。それがなくて結局同じスケールでやってたんですよね。なんかね、それじゃなかったなっていう、そういうわけじゃない気がしたんですけどね。お疲れ、とりあえず3部作をお疲れ様でした。ちょっと疲れたなそんなところです。今までの5作を全部見て、それで今回の作品ですねにもう気合い入れて挑むぞっていうのは別におすすめはしないかなという感じでございます。はい、見るならジュラシックパーク3本を見ていただけたらいいのではないかと思います。はい、皆さんの感想もよければ、コメント欄で教えてください。よければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまたお願いします。